はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、イースクリプション続きやっていきましょう。前回は、はい、特殊ルールのボスを倒して、すべてのエメラルドの容器とか、そのサファイアの容器に託戦がついたという状況でございますんで、もう向かうとこ敵なし、うん、もうこのまま駆け巡りましょう。駆け抜けましょう。はい。おー、ファイルがあったよ。これ見たっけ？これは3つ目かな？俺らが見つけたのは。写真の外とスキャンが終わった、これが最後の1枚だ。L を失う直前に2人で撮影したものだ。さようなら妹よ。これさ、あれか、あのルークか、ラッキーカーターか、本当の妹かじゃない？ほー、多分顔的にそうだよね。違うかな、分からん。もうなんか外人の顔全部一緒に見えるから分かんねえよ、うん。でも3枚目で最後っつってるけど、実際何枚あるのか分かんないですね。見落としてるだけで、もしかしたらもっとあるのかもしれない。まあ戦うか。さあ、相手は04変身、グリズリー。強そう、強そうだね。そうだね、進化で獣の力を得るんだろうな。04だから、しかも殺してくれない。04か、うん、だからそこには置かない方がいいかな。そうだね、じゃあ端っこにしとこっか。うん、で出せるもんはないからエンド。はい、さあこれでどんな変身をするんだろうね。あ、強いや。いや、強いね。まあでも一旦ごとに変身だから、まあとりあえずこっちかな。これでギフトボックスまで出せるもんな。そうね。ああ、ルビーもある、強いね。ああ、カウンターしてもいいけど、 3D プリンターは全然出せないか。あ、出せはするけどそんな強くないな、ね。あ、まあ強えか。空容器、空容器もらえるんだもんね。空容器もらえるんだっけ。ああ、そっか、空容器もらえるんだったら強い。ワンチャン置いてもいいぐらいだけど。じゃあ両方いいじゃん。ルビー置いて、ルビーシールドまで本当は置けんのか。そうだね、ルビーシールドまでいけるけど、まあルビープレゼントボックスでもいいけどね。それ受けてもらっても良さそう。こいつで受けてもらうか。うん、で、ギフトにする？ギフト防御でいいんじゃないの？あ、2一引こうか、あいつ。そうだね。あー、だったら違ったな。3D プリンター受けた方がよかったか。確かに。まあでも攻撃力持ってるね。3D プリンター攻撃力持ってる。じゃあ、ここ。んでもな、攻撃受けたいしな、3D プリンターな。ギフトにしとこ。壊せばいいや。邪魔だったら次。確かに。強いね。で、ひっくり返るんでしょ？で、弱くなると。03。はいはい。通常かな。そうね、まあ。通常だな。全部出せるけど。そうね。引いてみよう。えい。スナイパー。なるほどね。割る？ボックス。ボックス割って、何出るかかな。起爆入力か、ね。むずいね。まあ、グリズリはゼロダメだし。そうだね。ウモリ殺しちゃおうかな。うん。ウモリ殺すのはあり。ウモリをシールドで壊して、3D プリンターで、ここ不正で、グリズリ一旦、耐えの形かな。いいと思います。はい、おいしい。さあ、グリズリー、次は構わなきゃいけない。よっ。スケルト。ああ、でも、たまたの方か。まあ、勝ちじゃないか。そ、ギリギリ勝ちじゃないかな。まあ、グリズリーとエグゼスケルトンを、あ、違う、スナイパーとエグゼスケルトンを置けば、これは倒せるね。うん、倒せる。でも、次のターンまた起爆のやつが来る。まあ、2点も与えられるし、エグゼスケルトンはここで良さそうな気もする。うん、いいと思う。で、スナイパーで、うん、いいでしょう。まあ死んじゃうけどね。サファイアの容器で跳ね返してもいいのか。でもそうするとグリズリーを倒せないよ。ここで2点与えといて、次のターングリズリーをこいつで受けて跳ね返して殺すっていう。ゼロダメは多分攻撃しないと思う。あ、グリズリー今進化してるから今攻撃してるんじゃない？今攻撃してくるのか。これは攻撃してくるから。そこそれで確かに。逆に一旦エクスプロードボットの時間を遅れさせられるけど。いいと思う。コストゲロ余るけど、ね、そうなんだよね、余っちゃうんすよ。でこれ殴ってきた時に、カウンターで倒して完璧や。あ、いい感じで。ドローか。うわ、ちょっと器ばっかだな。次04が2体か。うわ、困ったな。厳しいね。でも待て、全部一気に来てくれれば
それ容器あるでしょ、容器あるから真ん中置いとけば多分次の人は勝手に全部死んじゃう。わお、うん、容器で大連鎖、うん、バイオエン、容器連鎖、バイオエンか、バイオエン起こる。まあじゃあスナイパーでもボットに上がるし、あスナイパー、むしろ置いたら勝ちじゃね、待って、あ勝ちじゃね、まあ、別にいいか、あ勝ちじゃね、ギリギリ、あれこっちじゃない、234で、あ違うわ、エクスプローボットか、そっか、よかった、もうもう、まあ別に、よ、はいはい、よかった、別にいいんだ、まあどっちでもいいけどね、はい、さあこれでいくぞ、バイオエンか、バイオエン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 、さあダメージ出して勝とう、うわあ、まあしょうがねえか、あこれで1ダメージ増える、あ増えない、増えない、体力だこいつ、あ悲しい、悲しいね、はい打っていただいて。あ、失礼しました。コーヒーなんて飲んでる場合じゃない。うん。ここに住んでいた男はかなりいい加減なやつだった。レシーのことだね。いい加減なのは小屋の掃除だけじゃなくて、そいつのプレイスタイルだ。プレイスタイル。あいつはいつもプレイミスをやらかす。ロアやフレーバーに重点を置いているのさ。ああ、なんかあれだわ。わかる気がする、こいつの気持ち。来ましたね。持ってるアイテムはオンライン。ボット出現装置はオフライン。はい。これがレシーの家っぽいね。右とか行けんのかな、行けないね。いオーケー、よーい、家行くぜ、家。行こう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 。あ、早っ。怖いよな、このウーバーボットは真っ暗闇の中に座ってるだけだ。挑戦者を待っているのだろうか。もう完全にレシーだね。写真を現像しているだけかもな。あー、なんかじゃあ写真ギミックかな。次のボスは結構すごいぞ。本気でプレイ仕方を考えることになるからさ。マジか。全く新しいシステムだ。さて、あのファイルはどこだったか。またファイル開かせんの？フォトグラファー ZIP。なるほどね。人格をインストールしてんのか。ほうほう。ほう。ほう、パスファインダーみたいなの出てきたな。レンズが私の道具だ。君も私の道具だ。ほう。君が狙いをつけて私が捉える。うん。写真と、なんか色違くなったな、デッキ。写真撮られちゃうかな？一枚目の、なんだっけ？一枚目のパワー、うん、コストか。あの2章、2章のレシーブ同じだとしたらな。はいはいはい。うん、どうなってくるんだろうね。まあまあやってみようか。まあとりあえずはサファイア、まあ何も出してこないから、はい、まあ端っこに置いとくよ。行きましょう。OK。よーこれは私の友だ。はい。君が狙いをつけて撮影する。それで写真が作られる。うん、写真は作らなくてもいい。それは君次第だ。は？狙い定める、ま、待ってくれよ。どういうことだよ。左にしてみるか。狙い定め、動かせる。押せない。何？押してみるか、写真。は？どういうこと？この場にされるってこと。その写真を使えるようにしてくれる。どう使うかすぐに分かる。いつ使うかそれもすぐ分かる。分かんないよ。じゃあ撮らない方がよかったのかな。え、どうする？まあ、取るか取らないかは君次第なって言われたときに。バリアとエナボでターンめっちゃ増やす。バリアってかその。ああ、容器と、ね、ああ、容器かー。ちょっと攻撃手段がないから、俺引いときたいと思うんな。普通のから。ちょっと。このターン？怖い。何これ、まず。必殺セントリーか。なんだろうなぁ。セントリー右のやつだね。セントリーは移動してきたやつに1ダメージだね。なんだろうなぁ。ちょっとてかだから、このターンにいっぱい置かないとまずくね。防いでるとこがいいかなぁ。まあ、分かった。1は防ぎたいかな。少なくとも。だから、ルビーは置いて2体は倒したいかなと思うけど。ルビーエナジーだな。開けとかないと。俺も置けんの？俺も置けるか。3D プリンターも置けるか。俺 3D プリンター全部置けるわ。いけんの？ 3D は無理じゃない？ああ、そうだね。いやー、手札寂しい。寂しいね。と2体で死んでしょ？はあ。まあまあまあ、そこそこいい感じになったけど。なんだろうこれマジで。はあ、なるほどね。セーブできるんだ。そういうこと。あー、はいはいはい。なるほど。じゃあなんかえだったらもう勝ちじゃないのこれ。これはちょっと耐えてさ、なんか貯める手札寂しいし。そうだね、ワンチャンあり。ウォルトハウンド。あ、一回撮った写真は一回しか使えないんだ。あ、じゃあ写真ここで撮っとこう。あ、この場いいよね。うん、いい場だ。かなりいい場だよね。えい、
死んじゃうボルトハンドね。死んじゃうやつか。プリンター置いとく？まあプリンター置いてエンドして少し手札補充しよう。うん、いいと思う。まだ取らないかな。取らないし、まあまだいいでしょう。ああ取らない。まあすごいピンチになったらそれにすればいいでしょ。そうね。まあ通常ドローでいいでしょう。ヒヒヒ、孤独のウィズボット超強い。孤独のウィズボット超強い。どうするこれ。勝てるけど。ああ、そうだね。ルビーウィズボットスケルトンで勝ちでしょこれ。スケルトンまでいかなくていいかな。ルビーウィズボットで6点出して、まあ第一フェーズは。ウィズボットじゃなくて、スケルトンってルビーの効果受けるっけ？スケルトンルビーの効果受けるよ。だから、まあ、スケルトンでもスケルトンでもいける、うん、まあスケルトンは壊れちゃうからスケルトンにしとこうか、うん、じゃあルビースケルトンで OK。 あそっかボルトハンドが来るんだ。まあまあいいや、どこ来てもいい、どこ来てもいいよ。あそっか、いいのか、関係ないのか。 OK、 はい、これで第1フェーズは終わりのはず。さあ何してくるかな。私に攻撃を加えたか。いいだろう。君は私に攻撃を加えたか。2回言われたわ。2回言ったね。人格マトリックスを再調整中。うっ、うーん、あー続きなんだ。だったら戻す。ルービーやったっけ。ウィズボットで勝ちだけど。ルービーやったっけ。あ、ウィズボットで勝ちか。うん、ウィズボットで勝ちならこれでいっか多分ね。まあオーバーキラー望めないけど、ここ勝ちでしょ。確かに。うん、もう強えや、こいつ本当に。もうこいつ壊れてる。お壊れになっちゃってんだ。もうプレゼントボックスも一応、いや、もう、いや、ボルトハンド置けないで。置けないじゃ あ、 あ、スナイパー2回攻撃で合ってるよね。はい、はい、終わった何の見どころの前は終わったな。超弱え、このボス。びっくりした。え、ほんと？この前のボス15分ぐらい戦ってたぞマジか。こいつ弱いな。このボス弱いな。はい、はい、ありがとうございます、ね、これまたあれじゃん、容器強化できんじゃん、この墓のやつは。この速度ですごいね。何が加わんのこの後。なんだろう、そんなに。だってもうなくね。飛行防御、シールド、うん、セントリーガン。あ、まあ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 、セントリーガンか。移動に対して撃ってもな。まあでもセントリーガン、まあ、いや強いと思うけどね。目の前に来たら1点でしょ。こっちは相手が出てくる場所分かってくるから、これ装備しとけば2までの相手が倒せるってことだよね。跳ね返しと合わせてね。そう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 。あ、じゃあもらっとこっか、まあ、うん、他の2つが別にって感じなんだよな。はい、多分西ボットビアに行けば、はい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 、上行って最後のとこじゃない。なるほどね。ここの章のボスかな。おお、通してくれんじゃん。もうどうもどうも。このゲートはもう開いてるよ。先へ行きなさいと。怒られた。調査すべきファイルはまだたくさんあるのよ。行ってきまーす。ああ、ここはいいな。それは自分のとこだもんな。この感じはプライドか。変な感じがするぞと。墓のマークがある。え、墓って。え、え、これはただだ。銅線ね。銅線か。はい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 。つなぐやつね。はいはい。モリモリだね。能力モリモリ。だって4つついてるもん3つまでとか思ってたけど、うん、ああああ、まあ覚えとこう。動線ね。はい、どうする。左から行く、右から行く。右から行くかな。 OK。 おー、登れそうじゃない。いや、2階もあるんだ。何これ。これがセーブのところか。あ、電波。いやー、なんかありそう。これ空だね。うん、すごい山に登ってきたね。あー、おー、先に、まあとりあえず、あ、そうね、先にピコッと、はい、はい、電波を流して。なんだろうねこれ。初めて。僕の仕事は簡単だってお前は思っているだろう。数字をいじってグラフィックを調整してジャンボットピアの完成だと。いや、それは間違いだ。お前がカードを作ってみるんだ。ほら、マジでカード作れるらしいよ。でもまずはリサイクルしたいカードを選んでくれ。ゼロコス88。どのカードが嫌いだ。嫌いだっていう言い方は、まあ、嫌いって言ったら、まあスワップボットかボルトハウンドになりますかね俺は。あー、嫌いなんだ。まあもう今エナジーボットももはやいらないよね。なんかもう俺逆に抵抗がちょっとやだなって思ってきたんだよね最近。うん、だからエナボとか。うん、エナボもういいよな。そう、こいつな。もういい。だって最上位互換みたいに来たから、うん、こいついらないんだよね。え、嫌いです。
1SP。 なんだろう、よしいいぞ頑張れ。あ、なにこれ。 SP はステータスと印に消費する高いエナジーコストについてはより大きな SP を得る。はん、 SP3 っつってたね。 3？ 横は何？あー、攻撃力とか上げられるのね。なんで上げると SP 下がってくの？ん？どういうことこれ？ SP さっき3って出たよな。横は？能力？え、どういうことこれ？よくわかんないんだけど。能力をつけると必要 SP が減ってって、コストを上げるとその分 SP が減ってくんだ。あ、はい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 。高コスト、低コストはやっぱ強いってことね。低コストは強いみたいだな。まあ高コスにしてよくて。で、タフネス上げると SP 増えてかね。ああ。減ってって、そっか。はい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 。ああ、はい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 。そういうことね。1級の化け物を作るぜってなると、なんか能力消してもやっぱさすがに無理と。なるほどね。どうする、なんかしょぼいのしか作れないね。なんかあれかな、捧げるやつが大きければ大きいほど初期 SP は高くなるのかな。高かったかもね。じゃあちょっと見てみようか。戻れないかな。戻れないね。どうしよう、コスト。コストゼロもできるんだ。でもな、コストゼロの11。あー、ゼロコス11？弱くね。弱い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 。弱くね。弱い弱い。弱くね。コストは別にもう最大でよくて、コストも高くて、高くて、能力なんかさ、バグったのできない？それなんだっけ、毒。タッチオブデス。一冊。タッチオブデスだっけ、これ。あ、不死だ。不死か。あ、不死つえ。まあ、重いとちょっときつくない？不死。確かに。温泉マーク何？スカンクかな？ああ、失うか。はいはいはい。何でもいけんじゃん。大丈夫です。エナジーセル。爆弾。あ、爆弾か。爆弾か。起爆剤。これ死ぬ。これ死ぬと、死ぬやつだと SP が上がるわ。あ、マジで？それでよくね。8でしょ？いくつ上がった今。今5とか上がったかな。あ、2か。2か。飛行とか使わねえんだ、むしろ。SP を。あー、なるほどね。殴ると死ぬ。何個もつけれねえかな。殴ると死ぬ、殴ると死ぬな。殴ると死ぬ&爆発するだ、爆発するは今使ってなかったか。うん、お、ああ、相手の攻撃力が上がる。よくね、別に。嫌がらせいいね。嫌がらせ 9SP でしょ。他は下もこう、下もいけるでしょ。下も能力つけるでしょ。もっと上げようぜ。ここで SP ゲットしようぜ。9だったよね。そうだね。あー、9のまんまか。これ以上上げられないか。でも飛行で変わんないってのは強くね。飛行でよくね。じゃあ。そうだね。飛行、強いじゃん。これだって、SP 減ってないでしょ。減ってない。6コス5、1。あとは見た目だな。そうね。見た目は。3、4種類ぐらいかな。まあ、これか、これだな、俺の。あー、わかる。まあ、俺次のやつだな。こっち。こっち派。ああ、はい。ああ、決まりましたね。陽気なおじさんが決まりましたね。はい。大きな太い2線。なんだろうこれ。なるほどね。聖なる外れの、そのあの例の。聖なる女の男の賢い。賢い。放たれた。X 偉い人割りをロボモノ偉い人でいこう偉い人でいこうよれはい賢い離れた、はい、放たれた偉い人来ました。俺らのカード見てください。賢い放たれた偉い人6コス51、こう死ぬ嫌がらせ飛行。いや強いでしょ。なかなか悪くないですよこれは、はい。賢い放たれた偉い人。いいね。なんてクリエイティブなんだ。初めて褒めてくれたなこいつ。ありがとう。これで部品をラインに下ろすことができるはずだ。なるほど。さて。
お、あ、問題なさそう。オッケー。素晴らしい。あざす。嬉しいね。うん。オリジナルカードだ。セーブした。中入るよ。はい。おお。何か覚えのあるものは見えるかと。見えるよ。えい、えい、えい。じゃあこっからやっていく感じか。何これ。ロックが外れた。なんで外れたんだ。なんで外れたんだ。何か持ってたのかな。さて、はいはいはい、はい、カード作りが簡単じゃないって分かってきただろう、バランスを調整して使えるカードにしなきゃいけない。いやいやいや、まあ、そうだけど、もうちょっと見るんだ。え、じゃあ高いの払う。そうだね、初期 SP がやっぱさっき3だったから弱いのしか作れなかったけど。何プボット捨てる。何プボット、スワップボットかい。ボルトハウンドでもいいよ。じゃあボルトハウンド死んでもらおうか。いい、はい、死んでもらおう。500ポイントせっかく、は？弱い。は？2SP、2SP ですよ。え、なんで？まあいいカードじゃないんだろうな。じゃあまたむずくね。まあとりあえずコストは高くすれば 9SP までいくけど。攻撃力じゃ一緒だしな。同じの作る？あ、8点。いいのができたね。なんかすごい似たようなのができたけど、これが答えだもんな。うん、どう考えても、ね。さあ、じゃあ見た目はどうしよう。さっき今度これにするか。今度はこっちでね。おー、いいじゃん。あ、これもいいね。あ、悪そう。悪そう。あ、これも悪そう。いやー、悪そうな。ポーズは絶対これ。実は他の見てないからね。そうね。見てみよう。うん、これだな。これだね、やっぱね。間違いなくこれだね。完成しました。例のめちゃくちゃな偉い人。必ず偉い人はこの手のポーズがね、こうなるっていう。いいね。そうだよ。お前がそう決めたんだ。そうです。はい。スキャナ起動。そろそろやろうか。クソ強いカードだからな。そりゃもうラッキーカーターも喜んでますよ。やってる人だね、やっぱね。うん、ラッキーカーターやってるね。さあ、これ回したら多分ボスだ。おら、わお、早っ。多分僕の一番好きじゃないボスが来る。お前じゃないの。彼女のあの無邪気さがムカムカするんだ。うーん、でも重要なのはお前がこれをやっているということ。不思議。誰、不思議。今の私の名前を不思議を不思議って呼んで。楽しくなってきたわ。あ、もうすぐ探検できるようになるから。ネットをいい接続は得られるって期待してるわ。よし、勝手にインターネット接続されるんじゃね。最悪だな。ピコン、やった、繋がった。あ、ネットって素晴らしくない。ネットって素晴らしい。ネットワーク繋がったんじゃない。これで立ち上がったところにあるやつ。あああ、あそこね。でもちょっと待って、なんかすごいのが出てきたな。え、何これ。これあれだな、モグラってこいつがググって一番最初に出てきたやつを。そんなことある。可能性あるよ。モグラはでもあれだ、モールマンと全く同じ能力だね。あ、全く同じじゃないか。06だよな、モールマンはな。05かな。05か。あ、まあとりあえず、ルビーを。カウンターしないからな。別の場所に出して移動してきたらダメじゃないのかな。どうなんだろう。ああ、もう与えるんじゃない。だから2点は、あ、2点、1点は与えるか。どうだろう。あ、てかお互い攻撃してんだ。ああ、そうだ。あ、信号が来てるみたい。あ、あれは、あなたのお友達。え、何これ。え、誰だろうこれ。誰。え、え、誰。わかんない、知らない人来た。ちょっと待ってね。何、どうする、どうする。どうしよう。これ容器でいい気がすんな。容器で行く？あー、オッケー。容器、容器、ウモリまで行けるからね。容器で何か防ごうぜ。相手何？能力何？スワップ、ダメージ受けるたびスワップ、向こうから1、3で受けて、うん、出た時にダメージ攻撃、え、なんだ、一応そいつ殺せるわ。はい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 、殺せるけど、まあ容器も死ぬ。ここら辺、うん、そこでいいに置いて、で、コウモリはまあモグラ殺す。いや、そこに出しちゃうと、一さんが、う、ああ、なんでもないや。そこでもいい。移動はしてくるんだ、結局。移動してくる、結局。変わんねえのか。うん、ダメージ与えるときに、そう、はい、そうなる。で、ダメージ与えて、攻撃してきて、トゲが刺さって死ぬ。何、あいつ。これ、あれかな？ツイッターかな？違うかな？誰かがあなたにカードを一枚渡そうとしてるみたい。受け取れるかしら。え？
うまくいった。さあ見てみましょう。男の太いやつ。え、これさ、誰かがあれだね、誰かが作ったやつをもらったんだろうけど、うん、もう嫌なのもらったね。まあね、嫌、うん、なもんもらったけど、ロボスさん1しか歌うと強えぞ。ネットには面白い人がいるのね、はい。そうだね。もう悪意のあるロボスだから、カードが、ね。まあ言っちゃえば、容器も出していい。そうだね。容器太いやつでいける。容器太い。ああ、まあ、もうあれですよ、言いますけど、これ、俺ら悪くないからな。悪くないね。容器太いやつ。じゃあ、太いやつで。太いやつ出すでしょ。まあでも殺しはしないかな。ああ、モグラが一回来るから、まあいっか。まあどうせそこで、うん、ああいいでしょ。あ、でもこいつも来るのか。うん、だからまあ真ん中に置けば両方死ぬ。なるほどね。じゃあ、うん、太いやつで。太いやつで。もうしょうがない、うちは悪くないからね。はい。なんかモグラなんか邪悪な模様みたいについてない？なんか変なあれだね。なんかそれなんかついたね。もうね、まあいいや、まあいいや、こんなにしよう。来た、はい、来た、コウモリ2点通った。はい、死亡、はい死亡、はい、打ってきて死亡。強え、容器。ああ、容器いいね。容器壊れてんな。で、通常ドローで、まあ、通常ドローだな。多分、まあ、これで。うわあ、来た来た来た。ネットが無限の大興奮ものだよ。でも、これは、ボスだから。ああ、やっぱ、ツイッターだ。草の人、草の人の登場回数やべえな。だって俺さ、フォロワーさ、1万人とかいるけどさ、そん中からこいつ選ばれたわけでしょ。だって俺多分知らない人の知ら気づかない人のが多いのに、ね、知らない人が出てきてるね、うん、すごいよこいつは。1万分の1とかを確率分引っ張ってきたんだね。やっぱツイッターでやってたんだ。いい、ね、うん、このままエンドでも勝ち、一旦勝っとく。そうだね、サポートでも出しとく。適当に一旦勝っとくか。そう、うん、一旦勝っとく。何してくるか分かんないからな。 OK、すげえな、草の人もう一回出てくると思わなかった。全部消えるんだ。あ、はい、ネットからのカード1枚手に入れた。また、はい、その俺がした、その俺をした。あ、じゃあ今度俺が作ったカードを別の人にやれるんだ。あ、面白いね。あ、どうしようかな。まあとりあえず嫌がらせで PSP 増やして、あ、まあ死ぬやつで死ぬやつで SP 増やして、どうしようか。空中まあフライングはね、空中はまあタダだからね、スピーダー。フライングタダっておかしい。どう考えても。で二股にしようか。同じじゃねえか。いや、でも男の太いやつは、あの、ここら辺がついてないから、嫌がらせとこれがついてないから、その分攻撃力が弱かったんだよ。弱かったけどね。でも俺らのは、この二つをつけて SP を増やしたことによって、うん、攻撃力5を再現したと。確かに。はい。これはすごいっすよ。やってないやつですか。あー。まあ、手かな。手だね。ああ。いいね。ああ、いいね。ああ、いいんじゃないかな。どうしようかな。やっぱ、かわいいね。うん、これかわいいわ。さあ、どんな偉い人にする。ああ。聖なる。聖なる。炎の。炎の偉い人。オッケーオッケー、これ嬉しいじゃん、もらったら。ね、強いよね。これ全然嬉しいよ。はい。え、待って、これ相手に行くわけじゃないよな。え、よかった。ネットだよ。はい。受け取った人が気に入ってくれるといいけど。はい、少し待ってね。はい。あ、行った。ネットの誰かあなたのカードを受け取ったことが分かったわ。マジか。へぇ。その人が分かってもあなたの勝つ、どうかしら。いや、え？そんなリアルタイムにやってんの、このゲーム。そんなわけなくね。え、これ負けたら終わりってこと？わかんない。それは分からないけど。それひどくね。え、頑張って、その人。じゃあ、うちらもそれ今、やったってことだね。あ、あの大きな太いやつを作った人が、俺にカードを送ってきて、俺が勝ったから、そいつは勝ってるんだ、今頃。名前変わってんのか、大きな太いやつ。大きな男の太いやつな。その人は今、真剣に考えている。ほう。放置して寝た可能性もありますね。真剣に考えてんならもう任せましょう、その人に。あら不思議、その人あなたのカードを死なせたわ。いや、まあ勝手に死ぬようになってるからな。確かに。確かに。効果で死ぬようになってるから。その人が勝つ見込みはまだあるかもしれない。え、これじゃあ本当にやってるってことなのかね。本当にやって、てかあのカード使ってさ、うん、まだ試合続くことある。だって10点だよ。まあね、二股飛行だよ、うん、二股飛行10点。かなりまずい状況、よ。え、何してんだよ、あんな強いカードやって。でもさっきの話からすると、勝ったら勝ちとは言ったけど、負けたら負けとは言ってない。おお、やった。その人はやったわ。その人が勝った。勝った。
あなたのカードのお助けがあったからよ。どうだろうね。言った通りあなたはこのバトルの勝者として認めるわ。これで私は休める。分かったんだもの。ネットには全てがうまくいく。もう十分だ。はい、勝ちました。えなんだよ、勝っちゃったね。勝っちゃったね。まあでもこれで4人倒したか。そうだね、全部お宝でも欲しかったのか。今ので最後のウーバーボートだ。もう何も必要ないだろう。大いなる超越は目と鼻の先だ。スタート地点へ戻れ。その方がもっとドラマチックになる。はい、はあ、楽しみです ねこれは。はい、じゃあ今日はここまでということで、はい、はい、それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。